崖っぷちの第4戦、ドジャース完勝、大谷タイムリー&松井初登板。ドジャースは地区シリーズ第4戦でパドレスに8対0で勝利しました。大谷翔平選手は3打数1安打2四球の活躍を見せ、チームの勝利に貢献しました。試合はブルペンデーで行われ、8投手がパドレス打線を完封しました。これでシリーズは2勝2敗となり、次の試合で勝った方がリーグチャンピオンシップに進出します。みんなの反応。先手必勝の試合で期待通り、全力で序盤から攻め、点差が開いても全力投球、これが死力を尽くすってこと。パドレスにリベンジだ。サンディエゴで追い出されたドジャースファンも声援で圧倒しよう。日本人選手の活躍を祈るよ。ドジャースの試合がまだ見れるのは嬉しいね。それにしても大谷のメンタルはすごい。優勝争いやポストシーズンでもリラックスしてるように見えるし、どんな場面でも緊張しない感じ。WBC の準決勝やリーグ優勝争いの9月、ポストシーズンでも変わらない。数値では測れないけど、大谷の一番すごいところはメンタルだと思う。昨日の後に勝すればいいだけってコメントもスーパーポジティブだよね。ベッツが2試合連続で本塁打を打って絶好調。ブルペンデーも安心して見られるし、フィリーズが消えた今、メッツとの戦いに期待。いいシリーズだったね。負けても立て直すのはさすが。ベッツや大谷の活躍、ブルペンデーでも抑えて理想的な勝ち方。ダルビッシュ対山本のエース対決も見どころ満載で、日本に縁のある選手も多くて目が離せないね。ドジャースの投手陣は信頼できるスターターがいないから継投策がいいかもね。 WBC 決勝の日本代表みたいに。ゲーム後が見れるのは嬉しいし、土曜日だし、山本由伸対ダルビッシュの対決はすごいよね。投手戦になったら面白そう。パドレスを無失点に抑えたのは大きいね。大谷のタイムリーで序盤の主導権を握ったし、ダルビッシュとの再戦も楽しみ。ペトコパークでドジャースファンが青いタオルを振ってて感心したよ。少ないファンでも勇気をもらえるんだね。ダーティーなプレイなしで、継投やダボ、守備で良い試合を見せてくれてありがとう。ドジャースが強く戻れば安心だね。フリーマンとロハスが戻るまで勝ち続けないとね。お疲れ様。ブルペンデーの方が安心。第5戦も早めの投手交代が良さそう。山本はプレッシャーで早い回に失点しそう。ダルビッシュとは2回目の対戦だから、早く3点取れれば勝てるかも。ベッツの復調は大きいね。ドジャースはブルペンデーにするか、オープナーを使ってから山本かフラハティを3回か4回から全力で投げさせる作戦がいいかもね。ドジャースのブルペンが好調で攻撃も良かった。第5戦はダルビッシュと山本の投げ合いに期待。ブルペンデーだからこその完勝って感じだね。ブルペン陣は PS で鉄壁の投球を見せてて、2戦目以外は無失点で好調。最終戦の鍵は先取点を取って投手をうまくつないで逃げ切ること。相手がダルビッシュなら大量得点は難しいから、投手戦を覚悟して総力戦だね。どっちにしても楽しい試合が続いてるし、最終戦も楽しみ。下位打線が良かったね。初球から凡退せず流れを渡さなかった。ダルビッシュが来るだろうから、大谷が打てるかで変わるし、球数稼いで早く下ろしたいね。ドジャースが優勢で、パドレスはシースが誤算だったね。アメリカのメディアはドジャース VS メッツのリーグチャンピオンシップを望んでるみたい。大谷とリンドーアの対決もあるしね。さらにワールドシリーズがドジャース VS ヤンキースになれば最高だよね。個人的にもそれが嬉しいな。山本が明日6回くらい投げてくれるといいな。スミスもフォークをうまく受け止めてほしい。楽しみ。山本とダルビッシュの対決があるかも。パドレスはマスグローブの手術で厳しいけど、ドジャースも投手陣は大変。日本人選手が鍵だね。第5戦は実質決勝戦かも。ブルペンデーがうまくいったね。最後にナックが先発するとは思わなかったけど、大谷の登板も期待してたから驚き。パドレスは中3日でシースを使って勝負に出たけど、第5戦でどうなるかだね。ダルに任せるのかな。ドジャースは山本が初回を三者凡退にして、タテイスに注意してほしい。ドジャースタジアムに戻るし、1日休みもあるけど、今日の勢いでダルを攻略してほしいね。先発が怪我だらけで、今の戦い方が一番安定してる感じ。アウェーで観客黙らせたのは気持ちいいね。5戦目はホームでのびのびプレーしてほしいけど、山本が先発ならパドレスとの相性悪いし、ダメなら早めに判断しないと勝てないかも。ダルビッシュとの再戦で大谷はリベンジに燃えてるはず。攻略法を練ってると思うと楽しみ。ドジャースが僅差で勝てるかも。
山本由伸選手が投げる試合は責任重大で、援護が少ないのが気になるね。パドレスはダルビッシュ投手で点を取れるから、ドジャースにもチャンスがあるかも。山本選手が4回無失点に抑えられるかが鍵だね。明日休みで5戦目後も1日休み、先発は3回まで全力投球、その後中継ぎで、山本はヤンキース戦並みに行けそう。バンダラが1イニングずつ投げ切れば OK、相手はダルビッシュで、パドレス打線は無得点続きだからそのままでいてほしいね。パドレス打線を細切れ系統で完封したね。打線も5点先制後の追加点が効いたよ。第5戦は山本の汚名返上のチャンス。大谷選手も LA で復活期待。どっちが勝っても悔いのない試合よ。ドジャース応援中、山本 VS ダルビッシュの対決にワクワク。ドジャースの試合はレッドマンのスクイーズトラックスのツーランで決まりました。ブルペンでの勝ち方を見せた試合でしたね。第5戦はどうなるかわからないけど、山本投手がホームで活躍できるか注目です。大谷選手は死球で攻められているけど、ベッツとテオスカーが鍵になりそう。やんちゃなチームも応援したいし、複雑な気持ちです。ブルペン陣がパドレスを冷風したから、第5戦もブルペンデーがいいと思うよ。ベッツが調子戻してるのが大きいね。山本は短いイニングでも堅実に。五分五分の戦いで流れが重要。大谷さんは漫画超えの選手で、今年ダメでも来年活躍したらすごいことになるよね。ダルビッシュにチャンスをあげたいけど、勢いはドジャース。次の試合が楽しみで、現地で見たいな。投手陣も含めて全員がヒーロー。決定戦は一戦必勝で挑もう。ドジャースは先発が不安で毎回打ち込まれるけど、ブルペンはパドレスに負けてない。本気で勝つなら同じ戦略を続けるしかないね。みんなの反応としてはドジャースの勝利を喜びつつ、次の試合への期待が高まっています。特に大谷選手やベッツ選手の活躍、ブルペンでの成功が称賛されています。少数意見としては、山本選手の先発に対する不安やパドレスとの相性を心配する声もあります。当チャンネルの意見としては、ドジャースの第4戦での勝利はチーム全体の結束力と戦略の勝利であり、大谷翔平選手のメンタルの強さが際立ちました。彼の冷静なプレーはチームに大きな安心感を与えています。次の試合も期待しています。